皆様どうもどうもこんにちは。今日も、レンタカーから失礼します。今日借りた、車はですね、ヒュンダイのコナという車で、SUV でちょっとちっちゃい車で、まず日本ではヒュンダイは見かけないので初めてもちろん乗ったんですけど、ちっちゃくてね、乗り心地が結構良かったです。これぐらいちっちゃくてちょっと背丈が高い車、まあ、他の、車種でもあると思うんですけど、なんかねすごい乗りやすくて、おすすめですって言っても日本の方は乗れないのであれなんですけど、そういう車に、本日乗っております。で、今ですねカリフォルニアはですね3時30分で、45度ということで記録的な猛暑になっておりますが、動画を撮ろうと思って今エアコンをオフにしているんですけど、15分ぐらいが限界だと思いますので、ちゃくちゃか行こうと思うんですけど、これで今なんかニュースでやってますよね。日本でも3時間とか4時間とか子供が車に置きっぱなしになっちゃってて、脱水熱中症で亡くなってるっていうニュースありますよね。私これ15分でも結構しんどいなって思ってるので、お子さんをですね車に残してどこかに行くっていうことはもうちょっとやめていただいた方がいいよと思っております。今日はですね、アメリカの医療のお話をしようと思うんですけど、私はねもちろん観光ビザで来ているので、こちらのですね旦那の、福利厚生とかは残念ながら受けられないんですけど、3年とかね5年とかしっかり駐在員の奥さんとして、ビザを取得して来ている方は、そういう福利厚生、医療の福利厚生がちゃんと得られるので、こちらでですねなんかすごい多いんですよね。銀歯が取れたとか歯が痛いとかちょっと歯がしみるとかっていう奥さんが、で、そういう方がですねやっぱりすごい歯医者さん行くの不安だって、日本で行くのも不安なのにアメリカで歯医者さん行くなんて不安だっていうことだったので、私あまりそんなに英語はできないんですけど、なぜか専門用語だけはわかるっていうことなので、ついていきました。一緒に、まあ、通訳ではないんですけど、なんかそういうちょっとお供をしたんですね。で、その時のお話をしようと思うんですけど、保険が日本みたいな医療保険ではなくて、入っている会社の入っている保険によってその人がどれだけの、カバーされる治療があるとか、それが何回まで有効かっていうのが全然違うんですよ。なので、まずそれをですね問診票に書くんですよね。私はこういう保険に入っていますっていうので、それで、見積もりを最初に取ってくれます。で、衛生士さんに呼ばれてチェアに誘導されて、で今日どうされましたかっていうふうに言われるので、こことこことその方はねここの銀歯が取れちゃったのと、あとはこっち反対側の白い詰めてあるものが取れてしまったっていうので、それで最初に見積もりを取ってもらったんですけど、銀歯が取れてしまったところはもう一回まあ綺麗に周りを削り直して、でまあ白いセラミックを入れましょうっていうので、削ってかぶせるので、$1,300、今円安なのですごい高くなっちゃうと思うんですけど、1ドル100円計算で言うとまあ13万円ぐらい、これは日本とまあ大体同じかなっていうぐらいですね。日本でも大体15万円から20万円ぐらいはすると思うんですけど、日本だとセラミックをかぶせるっていうと、削るのもかぶせるのも全て保険適用外になってしまうので、まるっとその値段が、かかるんですけど、アメリカはですねそういう福利厚生でカバーできるんです。セラミックでもで、セラミックだけどカバーしてもらって、だいたい自分が支払うのが300ドルぐらいなんですよ。っていうことは、日本で治療するよりもかなり安く治療が受けられるっていうので、英語ができないからって言ってですね、我慢して日本で治療しようと思っている方ももしかしたらいると思うんですけど、駐在員の方はですねちゃんとそういうしっかりしたデンタル の保険に入っておられますので、これはですねちょっと頑張っても絶対にアメリカで治療した方がいいです。はい。で、あとはですね白い詰め物も、取れてしまったっていうので付け直すんですけど、まあそれはね、日本の保険とあんまり変わんないかもしれないんですけど、まあ、使ってる材料今度詰めて
ているのを、材料見ますけど、多分ね日本よりはいいもの使ってんじゃないかなと思うんですよ。で、そういうコンポジットレジンっていうんですけど、多分ねもうちょっと素材が硬いものになると思うんですが、アメリカだとそれを詰めるのに、160ドルかかるって言われたんですけど、それも保険でカバーされて、だいたい40ドルぐらい払えば大丈夫っていうことで、300ドルと40ドル、340ドルで、白い被せ物と、あと反対側の白い詰め物ができるっていうので、絶対にこれは日本よりもアメリカの方がお得だと思って、無理してでも、わからなくても、絶対にやってもらった方がいいっていうので、私がついていくので、お願いだからにアメリカで治療してもらった方が絶対お得なので、行ってくださいっていうので、行きました。はい。で、その方はですね、一時帰国の日にちも迫っているので、何月何日までに、まあ一応全部の治療を終わらせたいっていうのと、あとはまあ痛いところはないので、優先順位はですね、そのちょっと時間がかかるところから順番にやってほしいっていうのを伝えて、そしたら先生がですね、じゃあこれとこれとこれの順番でやっていきましょうっていうふうに言ってくださって、で、治療が始まったんですけど、前回はですね、その銀歯が取れてしまったところを削り直して、で、その被せるための型取りをして、仮歯をですね、白いプラスチックの仮歯を作って、それをセットして終わったっていう形ですので、日本とね、あんまりやる内容は変わらなくて、私も、馴染みのあるものだなと思ったんですけど、仮歯はですね、ちゃんとした、なんて言うんですかね、日本だと粉と液を混ぜてプラスチック作るんですけど、仮のかぶせ物、アメリカだとですね、プチュってチューブで出て、もうちょっと簡単に素早く時間もかからずできるものを使っておりましたので、アメリカの方が治療時間がなんか短い感じがしましたね。はい。もしですね、以下はちょっと私は分かんないっていうか、きっと以下もそんなにお金はかからないと思うんですけど、歯科はですね、何か材料を入れるっていう話になると絶対にアメリカの方が安く済むので、まあ、もちろんタダというわけではないですけど、保険、日本の保険で使うものよりもいいものを使って、で、日本よりもまあ10万ぐらいお得で被せるものが作れちゃうので、もしですねそういう機会があったら、アメリカの、歯科治療も受けていただきたいなと思います。そしてもうこの室内が汗がやばいくて、ちょっと熱中症になりそうな気配がしますので、今日はですねこのぐらいにしたいと思います。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。